神里深田遺跡は神奈川県横浜市境区神里町にある製鉄遺跡。出土物の特徴から飛鳥時代から平安時代の製鉄遺跡と推測されている。神奈川県内に唯一残る製鉄遺跡として知られる。かつての横浜市南部には丹野遺跡が神里深田遺跡以外にもあり、丹野家国などの地名があるし、 江南区の江南大遺跡群に属する江の木土台後、遺跡と中谷遺跡で、不意語のハ口や鉄子などの単位遺物が出土していたというが、1970年代に破壊された。古来より、地元の人々の間では、遺跡のある山から鉄子が出土することが知られており、刀舵に関する遺構が存在するのではないかと言われ、研究が行われていた。 1985年に発表された横浜市都市計画道路真岡上里線の工事区域にこの遺跡が含まれていたことから翌1986年9月1日より発掘調査が行われその結果大規模な製鉄遺跡であることが判明したしかし当初の想定よりも規模の大きな遺跡であり短期間での発掘調査が困難であることや 道路の建設工事により遺跡が破壊される恐れはないとされ遺跡を埋め戻して保存し調査を終了している。瀬上宅の中の小さい谷を挟んだ隣の丘陵にある神里猿体遺跡は立地や巨大掘立柱建物の存在などから見て深田遺跡で働いた人々の村である可能性があるという1986年の発掘調査で見つかった 意向や出土物は以下の通りである。ありがとうございます。